エズララクリンはアメリカの指揮者、ピアノ奏者、ハリウッドの生まれ、幼少期からピアノに興味を持ち、5歳でピアノリサイタルを開くまでに上達した。その後しばらくベルリンに行って、勉学の傍らで演奏会を開き、12歳の時に帰国している。帰国後はレオポルド・ゴドフスキーとヨゼフ・レビーンの下で研鑽を積み、13歳の時にはゴドフスキーの紹介で、 カーティス音楽院のヨゼフ・ホフマンのクラスに編入した。また、指揮法をフリッツ・ライナーに学んだ。1937年には、セルゲイ・ラフマニノフのピアノ競争曲第3番を、携えてヨーロッパへの演奏旅行を行い、帰国後には母校カーティス音楽院の最年少の講師となった。また、フランクリン・ルーズベルト大統領夫妻の招きで、ホワイトハウスでも演奏を行っている。 一方で、ジョージセルの勧めで、フィラデルフィア・オペラ・カンパニーを指揮して、指揮活動も行うようになり、1946年から1949年まで、ラウリッツ・メルヒオール専属の指揮者兼伴奏者として、彼のヨーロッパ演奏旅行に帯同した。1949年から1969年まで、テキサス州のオースティン交響楽団の音楽監督を務め、 1965年から1971年まで、フォートワース公共楽団の音楽監督も兼任した。また、レオポルド・ストコフスキーが、ヒューストン公共楽団の主席指揮者を務めていた。頃には、同オーケストラの主席客演指揮者として登場し、同オーケストラの夏のコンサートシリーズの音楽監督を任された。1970年から1972年まで、 オーストラリアのクイーンズランド交響楽団の首席指揮者を務めた後、イギリスに活動の拠点を移し、イギリス各地の主要オーケストラに客演を重ねた。ロンドンにて死去した。ありがとうございます。